ワックス脱毛は脱毛法の一種である。脱毛用に開発されたワックスを皮膚に塗り、毛とワックスとが接着する性質を利用し、これを引き剥がすことによって毛を毛根から取り除く方法である。家庭用での自己処理のために室温で使えるジェル状のものやシートに塗布された状態で市販されているものもある。エステティックサロンで用いられる業務用のワックスは、 室温では固形であり、金属の缶に入ったままヒーターで加熱されて、誘拐させて使用する。この際、木製の使い捨てスパチュラを使って、ワックスを脱毛する部位に塗る。ワックスは、面や不織布でできたアテ布の王を用いて引き剥がす。ソフトワックスと呼ばれるものと、ワックス自体が固体化する性質のハードワックスと、呼ばれるものがある。頭髪及び、男性のヒゲには適さない。 それ以外はほとんど全身の毛に適用できる方法である。自己処理できる部位は足、腕、脇、ビキニラインなど自分の手や視線が十分に届く範囲に限られる。鼻毛はワックス脱毛に適さないと考えられている場合が多く、日本のエステティックサロンでは手術をしていない場合が多い。しかし、ハードタイプのワックスをスパチュラに塗り、鼻の中に挿入して、 固まったところで引き抜く方法がワックス脱毛の教習用ビデオで紹介されており一部のエステティックサロンでは実施されているビキニラインよりも内側の陰毛をワックスで脱毛することをブラジリアンワックス脱毛と呼ぶワックス脱毛の設備を備えたエステティックサロンの個室内部基本的に個室またはカーテンで仕切られた空間の中でエステティシャンはクライエントに1対1で対応する 着衣にワックスが付着しないよう、丈の短いバスローブのような衣服に着替える場合もあり、ビキニラインの脱毛では、使い捨てのパンティーが用意されることもある。まず、脱毛する部位を正常にすることから始まり、温めたワックスの塗布、引き剥がし、残った毛のピンセットによる処理といった手順で脱毛が進む。脱毛を終えると、肌に残ったワックスを除去する。蜜ろはオイルで拭い去る。 皮膚に赤みが残ることもあるが、時間とともに回復するのが普通である。毛は周期的に生え変わっている。個人差や部位による違いはあるが、一定の期間が経過すると毛が再び生えてくる。毛は成長期、対抗期、休止期を繰り返す性質があり、その周期を毛周期と呼ぶが、休止期にあった毛が成長期に入ることにより生えてくるもので。 毛があまり生えていない状態を維持するためには、ある程度伸びてきた時に、再び脱毛をすることになる。針脱毛やレーザー脱毛と異なり、ワックス脱毛では毛根を完全に破壊するものではないため、脱毛を続ける必要はあるが、継続しているうちに表に出ている毛が薄くなるという傾向はあると言われており、一例として、女優ケイトウィンスレットが愛を読む人の撮影において、 長期間にわたって陰毛を脱毛していたため陰毛が薄く映画の時代設定などと合わないことからつけ毛を使っていたことが知られている。ありがとうございます。